打ち取ったか。一塁はどうか、これはアウト、ランナーはありません。この球には手を出しません。一気に勝負してくるか。三球三振です。8回の表の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズ3人で攻撃を終わっています。今のところ疲れは見せていません。バンチ、これは逆らわないバッティング。一気に勝負してくるか。当たりは今一つ、これはアウト、ランナーはありません。この場面で代打を出してきました、バッターボックス野村。内角をよく見ています。難なく掴んでいます。この回の出塁はありません。打ち上げてしまいました、ファウルボール。打球はサードへ、余裕を持ってアウト。8回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。ここでリリーフ登板となりました、マウンド上菊池原。この回は1番からの好打順です。この球には手を出しません。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。当たりは今一つ、どうだ、これはいけません。ノーアウトからランナーが出ました。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った、この球には手を出しません。一気に勝負してくるか。打球はショートへ、一塁へ、これはアウト。この打席でサイクルヒット達成なるか。ストレートから入った、ライトはどうか。一気に勝負してくるか。打たされたか、これはアウト。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。おっと、バットが折れた、バックホーム。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ストレートから入った、この球には手を出しません。一気に勝負してくるか。三球三振、ここはきっちりとバッターを打ち取りました。9回の表9対2、この回のドラゴンズ
チャンスを生かしきれませんでした。あと3人抑えてしまいたい。センターへ、間に落ちるか。ノーアウトからランナーが出ました。もっと塁を埋めていきたい。ジャストミート、懸命に下がってよく追いつきました。ワンダウンです。ランナーは一塁。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。打球はセカンドへ。ランナー二塁でストップ。バンチ、ファウルボール。ファウルボールです。早くも追い詰めました。打球はショートへ。二塁ランナーホームへ。ボールは返ってこない。ここでタイムリーヒットを放ちました。カープ追撃しています。明暗がくっきりと分かれている両チーム。初球は外してきました。低め、ここは1球待ってみるか。勝負球です。ファウルボール。一二塁間。さあこれで満塁になりました。流し打ち、大きく外側へ切れていきました。ストレートを中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。やはり変化球を使ってきました。土壇場での追撃です。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープ、これで得点差を縮めました。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。三遊間、ランナーホームに突っ込む。カープ、追撃。まだ試合はわからない。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。これで得点差を縮めました。塁は埋まっています。さあ与えられた仕事をきっちりやってのけるか。ピンチヒッター浅井。ストレートから入った。さあ犠牲フライになるか。難なく取りました。ようやくツーアウトまでこぎつけました。
ここでリリーフ登板となりました。マウンド上ギャラード、あと一人踏ん張れるか。ストレートから入った。タイミングが合いません。あと1球、これはファーストへ。自らベースを踏んでアウト。広島市民球場からお伝えしてまいりましたカープ対ドラゴンズの試合ですが、9対5ドラゴンズが勝利しました。この試合の模様は実況三宅でお伝えしてまいりました。それでは皆さんごきげんよう。Bleep! Bleep!